はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ&五等分の花嫁ね、こちらのカウントダウン PV キャンペーンということで、5つ5ちゃん紹介してきたんですが、あと1日ということでね、ラストいちかちゃんの情報と、まあ、あとね、昨日の時点でね、各あの5つ5さんの、必殺技とかね、その辺種族とかも公開されてましたんで、そちらの情報等もね含めてちょっとお話をしていければなと思っております。プニプニの方でもねイベント予告出てて、もうね5人のねキャラ出てましたんで、はい、まあそれも含めてねお話ししていきましょう。コラボのアイコンはいつきちゃんなんでね、UZ いつきちゃんかって一瞬思ったんですけど、さてどうなるんですかね。はい、なんか秘密があるって言ってるんで、なんだろうね、5人のうち1体好きなのを UZ 選べるとかそんなのかな。はい、ちょっとやっていきましょう。あと1日ということで、はい、楽しみですね。いちかちゃんはいちかっていうぐらいね長女なので、はい、であとねあとねとかつって、いきなり話変わっちゃうんですけど、黄色に、ね、なってたと思うんですけど、これね、不思議ということで合ってましてね、今まで各キャラが種族っぽい色してんなっていうことで、はい、まさか種族かなって思ってたけどね、はい、種族でしたね。ということで、いちかちゃんは不思議になりまして、うん、各ね、双子なのにね、5人とも種族が違うっていうことで、今回5種族イベントということでね、はい、種族の縛りどうなんだろうなっていう感じがしますけどね。で必殺技は頼りにしてるよ先生ということで、まあでもね、いちかちゃん長女なんでね、もう私もね3姉妹の長女と結婚しましたが、まあ、長女はねとにかく開拓者なんでね、最初の人たちなんでね、もうとにかくシンプルに強いですね。はい、なのでまあいちかちゃんもきっと強い人で描かれてるんじゃないでしょうか。しっかりしててね、責任感もあるって感じですかね。で、いちかウェディングがこんな感じで、うん、ここはブーケね乗ってますね。なんでそう、5人のうち4人はね頭に何らかしら乗ってるって感じで、っていう感じで、であとね、さっきも言いましたが、この PV ではまだね未公開の情報があって、ヒントはこの5姉妹というねことみたいなんで、なんだろうなっていうねZZZ が5体初っていうことなのか、まあさっきも言ったけどね、実はそのそう UZ が5体、 UZ も5体で1体はそう1体しか選べないみたいな、そんなやつなのかもしれないですかね。で、あといちかちゃんのウェディングについては今日だけですね、はい、10月31日23時59分までにプニプニのね公式フォロー&リポストね、リツイートって言えばないんでね、それから抽選で 5名様にということで、いちかちゃんプレゼントがあるんで、今日しかないんでね、はい、行ける人は行ってくださいということで、未公開の秘密なんだろうなっていうのも考えつつね、各キャラのね、必殺技とかね種族紹介されてたんで行ってみましょう。いちかちゃんかっこ日の出祭っていうのが出てて、私ね、あんまり把握しないんですけど、日の出祭ってので告白したんかね、みんなが。はい、で、ただね、いちかちゃんは、嬉しかった G で、横一斉に妖怪プニ消し一体攻撃になってますね。不思議の、ランク何なんだろう。なるほどね。ウェディングキャラは ZZZ だと思うんですけど、このノーマルキャラは S になるのか SS になるのか、それとも Z になるのかね、ちょっとその辺も気になるとこで、まあおそらくおはじきのね、普段の特攻になるのかなって思うんだけどね。で、まあ大体次女はね、強気のツンデレキャラということで、この子だけね、このニノちゃんだけ、ウェディングも頭にね、何も乗せないタイプなんですけど、やっぱ恋は攻めてこそねということで、はい、不気味のキャラになっております。そうか、この子はツンデレというより、イケイケキャラなのかな。で、三女のね、ミクちゃんは、感知ですね。頭に、あ、じゃない、首にね、ヘッドホンを入れてて、もうこれ感知の、スタイルだと思うんですけど、うっすら影になってて、必殺技はもう迷わないということで、まあ、この子もね、引っ込み思案なタイプなんでしょうかね。前傾シャンド一体攻撃3種の妖怪プニセールということで、まあ、これ結構いいなって感じがするけどね。うん。
はい、みくちゃんは不思議ですね。で、四女の四つ葉ちゃんはポカポカですね。黄緑だったんでね。はい。で、ずっと好きでしたっていうことで、一種の妖怪プニを消し、一体攻撃自身が降る。まあ、これも、まあ、よくある悪くない系で、まあでも基本系がこれで、おそらくウェディングの ZZZ もね、これよりちょい強い系になるんで、まあ自身が降る系の、まあ強化版がね、ZZZ に来るかと思うと、結構いいなっていうところなんですけど、はい、これが四つ葉ちゃんで、で、いつきちゃんがアイコンにもなってるくらいなんですけど、勇ましですね。勇ましで、なんと勇ましの攻撃力アップ、後悔することないでしょうということで、まあこの子はね、末っ子さんなんで、最後に美味しいとこ全部持ってきそうな感じあるんですけど、攻撃力アップで、まあ見てるとね、デカプニーは作ってなかったんですけど、これが ZZZ のウェディングになったら、デカプニー作るんじゃねえのっていうね、そんな感じはしますね。なんで、いつきちゃんが一番当たりなのかな、うん、という感じがします。で、以上さっきもね、話しましたが、この PV キャンペーンのね、プレゼントについては、一応応募条件ね、こちらになっていて、ツイッターにもあるんでね、ツイッターを確認ください。で、X のアカウントは非公開設定してると抽選対象外になるんで、それだけが注意ですかね。で、ご連絡は応募締め切り日の翌日以降にね、連絡が、DM が来るみたいですね。で、あと配布は11月1日以降予定しておりますけど、まあ結構ね、早く配布してくれると思うので、まあこれもね、楽しみですね。で、さっきも言ったんだけど、ZZ ランク、ZZZ、3Z ランクが、まあ、5体ということで、まあこれもね、一応プニプニ史上初なんですけど、まあ未公開の情報って、ZZZ5 体史上初だよって、まあ、一応これツイッターに公開されてるから、これじゃないと思うんだよな。なんか、ほんと、UZ も実は5体でね、うん、で、なんかどれか1人、そう、結婚、そう、結婚、1人としか結婚できないから、だから、1人としかね、付き合えないからね。一人選んで UZ にできるみたいな、なんかそんなんじゃないのかなっていうね、はい、気がしてるけど、攻撃力アップだとしたら、いつきちゃんが優勢だなっていうね、そんな感じがしますけどね、はい、どんなることやるということで、一応ね、ウェディングね、そうおさらいということで、まあ、いちかちゃんが不思議の ZZZ、で、にのちゃんが不気味の ZZZ ね、で、みくちゃんがにょろろんだよね。あ、そっか、もう出てこねえや。ニョロロンの ZZZ。あ、うすらかけだったかな。うすらかけだったな。ごめん、うすらかけだった。で、四つ葉ちゃんがポカポカの ZZZ。なんか間違えてこれにしてんな。はい。で、いつきちゃんが、ごめんね。四つ葉ちゃんごめん。勇ましのね、ZZZ ということで、はい。揃ってきましたね。ということで。まあ一応未公開情報ね、ZZZ5 体じゃない、なかったらちょっとそれはすごい楽しみで、はい。11月1日からね、始まりますんで、ぜひね、楽しんでいきましょう。ヒントは5姉妹って言ってたんで、ZZZ ってもう公開してるもんな。もう下に ZZZ って出てるので、なんだろうね、UZ なんか選ぶ形式なんじゃねえかなと思いつつも、なんかそれはやめてくれよって感じはするんだけどね。選べないじゃないかって、あ、主人公の気持ちになれるっていうね、そんなイベントかもしれませんね。はい、ということで、あと1日に、ね、なりましたんで楽しみにしましょう。はい、じゃあすいません。また明日、ね、新イベントでお会いしましょう。さよなら。ね、ログイン不具合とかね、ならなきゃいいね。どうか無事に始まりますように。